ヨハン・ムセウ、ヨハン・ムセウは、ベルギー、バルスネア出身の自転車プロロードレース選手。1988年プロデビュー、2004年引退。1990年代最強チームであるマペーのエースの一人であり、その闘あふれる走りで、フランドルのライオンの異名で呼ばれた。ベルギー国内で開催されるクラシックレースでは、圧倒的な強さを発揮し、ロンドファン・フランデレンと パリルーベをそれぞれ3回制覇しているほか、チューリヒ選手権でも2回優勝。さらに、世界選手権個人ロードレース、パリツール、チューリヒ選手権、アムステルゴールドレース、ヒュー、サイクラシックを制したこともある名クラシックハンター。1988年スプリンターとして、プロデビューし、1989年のツールドフランスでは総合優勝した。 グレッグレーモンのアシストを務め、翌1990年にはツールド、フランス最終ステージで優勝を飾る。その後は数々のワンデーレースで活躍。1995年と1996年に UCI ワールドカップチャンピオンに輝いた。1996年には世界選手権優勝という偉業を成し遂げ、トップレーサーとしての地位を不動のものにした。 この年の世界選手権はスイスで、ゲバ表では、上りが厳しすぎるので、無勢うには、難しいとのことであったがそれを覆して、地元スイスのジャネッティとのエスケープを決めての、ゴール勝負での優勝であった。1998年に3度目となる、ロンドファン・フランデレミ優勝を遂げる。独走での優勝で強さを見せつけるものであったが、直後のパリルベで、落ち者し、 右膝の皿の骨を砕く、大怪我を引退の危機に追い込まれた。だが長いリハビリ期間を経て、2000年の同レースで2回目の優勝、ゴール時に右膝を指さすポーズで復活をアピールした。その後も2002年に3回目のパリ、ルーベ優勝、US ポスタルの貧佳 P と、ボーネンが協力して追走するも独走で差を広げるという圧倒的な力を見せつけての優勝であった。 さらにヒュー、サイクラシックを制するなどの活躍を見せたが、トム・ボーネンを自分の後継者として2004年に引退した。引退後はクイックステップの広報担当を務めていた。2007年1月24日、記者会見を行い、現役時代に禁止薬物を使用していたことを認め、ニュースとなった。現在、自身の名を冠したロードバイクブランドを立ち上げており、 各班のために来日もしているが、取り継ぎ先を広げることができずに巨額損失が発生したため、責任を取って企業からは離れている。ありがとうございます。